窓に映る私すごく可愛くないわ。わざと嘘ついたりしたから、今日の涙はしょっぱすぎるわ。見られたくないわこの涙。この友達がいる恋愛にはならない二人。買い物や映画だって楽しくできちゃう賭け。遠く遠く離れていても僕のことがわかるように、力焼ける日をこの街で迎えたい。さあ僕らは世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ。その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。一応タイトルがね、小川誠のみんなで乾杯春フェス、そうだよっていうことですから、ちょっとね、私たちもちょっと準備飲みますよ。今日はしっかり飲みますよ。盛り上がりましょう。乾杯乾杯乾杯。冷たいうちに、冷たいうちに。じゃじゃん。バナナの謎はまだ謎なのだぞ、うん、バナナの謎はまだ謎なのだぞ。はいはいはい、ちょっと練習ね。いやいや、練習しちゃダメですよ。練習ダメでしょ。違う、一回だけゆっくり言わせて、一回だけ。じゃあゆっくり一回だけならいいですよ。ゆっくり一回だけ言わせて。ゆっくりですよ。ゆっくりだから、はい、いくよ。はい。バナナの謎はまだ謎なのだぞ。うん、それを3回早口で言えばクリアです。わかった。3回ね。これは割とね、楽な方なんで。わかった。いきますよ。はい、さあ。見して。はい、いきましょう、いきましょう。それでは、小川誠早口言葉、どうぞ。バナナの謎は遅いよ。練習ロングだったよ今。びっくりした。違う、一回クリア。年下の子を連れてく、20代前半ぐらいの子をデートに連れてくとしたら、それで想像したら誰ですか。あ、私がリードするみたいな感じで。そうです。連れてくのニヤニヤしてるな。悩む、まあ、かわいいもんな。世話してあげたくなるみたいなさ。当時のとかでもいいですか。もちろんもちろん、それがいいんじゃないですか。皆さんも当時の見てますから。清水咲ちゃん、おお、ベリーズ工房のリーダーやってた子がいるんですけど、すごい真面目で、うん、フォルムはめっちゃちっちゃくて可愛いんだけど、うん、引っ張っていくみたいな。その子はなんか、うん、可愛いなって思う。去年かな、一昨年かな、ミュージカルで、私が前やったことのあるミュージカルの同じ役をその子が演じたことがあったんですよ。あ、そういうつながりがあったんですね。そう、それで見に行った時にはやっぱり可愛いなって思った記憶が今蘇ってきて、連れて歩きたい。連れて歩きたい。なんでかちょっと気持ち悪いですね。気持ち悪いとか言わない。その前に、はい、ちょっと小川さんから重大発表があると。そうなんです。10月29日日曜日にここ同じ会場でバースデー当日の誕生祭をやらせていただくことになりました。嬉しい。自分のバースデーがやっぱ土日に重なることもね、珍しいだけど、はい、もうラッキーなことにこれは運命ということで、はい、36歳のバースデーをここで迎えようと思いますので、はい、ね、ここにいる人は全員来てね。配信しか今日は見れなかったけどという方、もしその時都合がつけば会いに来てほしいなと思います、うん、はい、ということでご覧いただきましてありがとうございました。ありがとう、ここかな、ありがとうございました。いつもありがとう。